クリスタルレインボークラブ、スポットライトの中で輝く宝石、アーティストたちの月明かりへようこそ。2010年7月5日21時オープンです。パーソナリティは私キリン、目指すは下町エレガント、人情愛情、そしてハートリレーのバトンをつないでいきます。アシスタントには姉妹コンビのたまみ、メインメンバーには切ない歌声が魅力的な初芝隆、飛び出す絵本のような歌う役者川本明彦、マンスリーメンバーには一人芝居のアーティスト高山宏、ミュージカルカンパニー三つ星キッチンでお送りいたします。オープニング曲も構成もメンバーも少々動きがあり、本日がリニューアルオープンです。番組の新メニューをお披露目しましょうかね。こんばんは、たまみです。そうですね、だいぶ変わりましたね。今日はみんな緊張してドキドキねえ、ペプさんは本当に海外行ったのかな。どうかな、一応用心だけはしといた方がいいかもしれないよね。ウィー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 、ジョン・カビキラーの曲紹介、ペプちゃんから引き継いだのはジョン君だったよね。ウィーマダーあ、ここね一番心配なのね。まあ楽しみだけどね。まあね、そっか、あの自由にやっちゃってくださいね。ウィウィウィサバでいいのよね。いいのいいの、ウィウィサバってことで。あ、なるほど。そしてゲスト紹介、初芝くんが担当で頑張ります。キリン姉さんもアシスト入るのよね。はい、そして2週目は三つ星キッチンさんの安尾日記、それから4週目が高山宏劇場。これ20分30分どうなる。まあなんたってね、我がクラブの親父アイドルですからね、楽しみ。そして男と女のすれ違い、キリンのコーナーです。男の気持ちと女の気持ちを一つのテーマにエッセイにします。今日は川本君にお手伝いしてもらいます、ここは次回は誰になるかはお楽しみ。はい、そしてセブンミニッツミュージカル、川本君の世界はどんな感じなんでしょうか。歌ったり踊ったりしちゃうのかな、ね、それからシネマで乾杯、ごめん噛んじゃった。こちらは私の新コーナーです。映画の一場面セリフなんかをご紹介していきます。そしてハートバトンリレーは初芝君のコーナー、ゲストさんが次のゲストさんへバトンをつなぐコーナー、ね、テレビだったら笑っていいともみたいな感じ ね。そして3分間のラブレターは DJ キリンのコーナーです。はい、そしてシンクロメッセージは今週から私が担当させていただきます。 PA 斉藤くん、メンバーの皆様、さてそれでは始めましょうかね。準備はいいかな。では皆さんご一緒に、ウィー It's Showtime ウィーイエーイ。